にしますか。あ、もう頼める。うん、いいんだ。あ、マダイカツバーガー今あるね。うん、ちょっと見る。エビカツバーガー。白タルタルソース、ソースと、うん、テリヤキバーガー、それと、あと、まあ、テリヤキチキン、あれあるんだ、あ、バーガー一つと、あ、俺あのオマール、オマールソース。オマールソース、はい、はい、とコーラ。コーラのサイズはどちらにされますか。コーラのサイズは大きい、お、大きいやつ。一番大きいサイズが L サイズですが、 L サイズは L サイズ、はい、ペプシね、ああ、いいよ、と、はい、アイスコーヒー。アイスコーヒー、こちらも L サイズですか。 M サイズ、M で、はい、オニポテセットですね。あ、ほんでオニポテセット、はい、かしこまりました。いいですか。はい、以上でよろしいですか。はい、はい、かしこまりました。じゃあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、この中にでも入ったらしいです。オニポテをどうぞ。はい、オニポテいただきます。はい、オニポテ、オニポテこうさ置きます。はい、おいで。これは何ですか。エビカツ。これエビカツ。これ俺、よしさん、これ俺、うん、はい、いただきます。はい、これはこれもオマール。オマール、オマール、はい、オマール、オマール、はい、オマールです。はい、こ、テリヤキ、テリヤキですね、これ。テリヤキバーガー。はい、バーガー、はい、はい。これはテリヤキチキンですよ。あ、チキンじゃない、チキンですね。はい、じゃあいただきますかね。いただきますか。はい、ちょっと勝利の乾杯します。はい、乾杯。ありがとうございます。おい、久々に来るの嬉しいの。エビカツです。どっちから行った方がいいですかね。やっぱエビカツ行きます。でもエビカツから行った方がいいですかね。はい、エビカツから行きます。じゃあ僕ね、今エビカツから行きますわ。エビカツオマールソース。はい、うまそうですよ。うん、それうまいっしょ、これエビカツ白、白タルタルソース。ソース、うん、おいおいおい、すごいね、これ。ごっついな。ごっついね。こないだテレビでやってたから食いたかったんです。いただきます。うん、あ、これ。どんなやつ？とんでもないところにソースがついた、これ。おいおい。なあ。うん。これほら、エビカツ。これなんだ？オマールオマールソース、エビカツオマールソース、これです。タルタルがやっぱどうなんですかね。うん、うまいでしょ。うまい。ちょっといってみますわ、俺も。オマール、うまい。うん、やっぱモスうめえ。うん、モスうまいですけど高いですからね、僕ら庶民派だけ。まあ俺も食うことないよ。うん、最近、うん、ハンバーガー以外食わん。食わんすね。まあ、うん、あ、うまいわ。うめ、うん、めっちゃうまいわ、これ。うん、まあ、うまいけど、うん、絶対普通のやっぱそのタルタルがうまいと思いますわ。ああ、やろうな。うん、このサクサクのエビカツ、うん、と合うんならね、うん、やっぱりそりゃノーマルな方がうまいと思うね。なんかいまいちこのオマールソースが味がようわからんですね。
やっぱこれがうまい。うまい、エビサクサクするな、これ、うん、サクサク。あー、うまい。コーラ、ペプシでえかったんです？全然ペプシで、うん、昔よう飲みよった、ペプシ。おう、ポジティブな、ペプシごっついっすかね。うんうん、モスはね、モスはな、うん、マックなんすねもんな、うん、マックの方がやっぱうまいなぁ思いますけど、うん、ポテトだったら、うんうんうん、このたまにはこのコップにもいいかろ、ね、なこれはな、うん、鬼ポテが美味しかろ、はあ、これオニオンリングオニオンリング、はあ、はあ、うん、これな、うん、食い方があるんです、一口独自の、うん、一口でいく、はあ、はあ、はあ、うまい、すごいな、あ、うめえの、うん、なめちゃくちゃ肉だこれ、うん、一口で食う、うん、初めて見たっすね、ほんまに誰、僕がこんぐらいずつでしょ、おいおい、上品すぎや、上品すぎや、うん、めっちゃうまいこれで、これで、あ、分かりました、ちょこちょい食い食うたら、うん、結局中身だけ出て、そう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 、うん、そうで、これ結局これは衣だけだよ、衣のみになる、うんうんうん、俺もそれがなるんが嫌なんよ、で結局もうこれはもう外のカリカリだだろ、うん、俺それが嫌や、やっぱり一口で食うのが正解ですわ、うんうん、そうだろ、うん、さあ食べれるかな、2個目よ、もう、いや2個は普通食うでしょ、まあ食うよな、うん、はい、定番の照り焼きでございます、まあこれは無難よな、照り焼きバーガー、はい、これまた口の周りがぐちゅぐちゅになります、ほいであのレタスだけビヤーっとなる、うん、うわ、半分、うん、半分食うたっす、全然食えてねどマックの照り焼きと、うん、やっぱ違います、うん、まあうまいっすよね、絶対お上品、お上品よ、こっちの方が、まあ、ペラペラか、ペラペラですからね、うんうん、マックのやつは、バーガー自体が、え、でもあれはあれでうまいんだけどな、うまいですけどね、うんうん、やっぱこのボリューミーですよね、うん、ボリューミー、まあ、ボリュームがある、ボリュームがすごいです、僕はもうこれですわ、 何バーガー、照り焼きチキンバーガーです、うんうん、これも元祖ですね、もう僕の一番モックスで一番好きなバーガーですね、うーん、もうほぼこれしか食ったことないですからね、うん、まあ、バーガー8割これです、8割9割これです、あ、いいね、以外食ったことないです、ほぼ、ああ、ほぼこれです、うん、じゃあちょっとこれいただきます、レタスが不調いよな、うん、あ、いや、このまんま間違いない、うん、間違いないですわ、もうこれ照り焼きチキンはほんまにね、うん、あ、やっぱ照り焼きチキンはね、うまいね、変わらんね、この味が大人になっても、食うた、これうめ、お腹太る、うん、うまいね、やっぱりモスも久々に食うやん、いや、たまに食うやんね、ほんま1年、俺、あ、1年までないか、俺はもっと食ってねえで、うまず、ほんまほんま、ハンバーガー自体あんま食わんもん、最近1年までは経ってないけど、そこも食ってないですね、ほんま、うん、前はなんかようバイクでツーリング行く前、朝マックとか食えたのにな、食えた、もう今全然食わんな、うん、こりゃ腹太るわ、うん、なあ、うん、でもうまい、でもあれやね、照り焼きチキンはもう2個いけるよね、嘘、うん、マジ、うん、すごいな、
照り焼きチキン同じ味よ。うん、もう2個食えてね。うん、うまい。いや、いやです。入れたよ。いや、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 なんでもうあれいっぱい。いや、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 もう腹いっぱいだ。言うてもほんまドライブスルーに20分以上待っとったんですからね。そんな並んどったっけ。うん、20分以上並んどるっすわ。多いな。25分ぐらい並んどったっすわ。めっちゃ多いな。うん、緊急事態だけね。はいはい。もうこういう動画になりますけどね。おっさん二人で車で食うとかね。こういう風になりますよだよね。今度はテイクアウトして、うん、どっか公園かどっかで食う。ほんまですよな。ねえ、うん、おとなしくしとったね、うん、これ開けたらね、うん、また行け、ね、また行ってね、うん、頑張れ。そうラーメンで、ね、頑張れ飲食、うん、福山飲食頑張れ、うん、こういうのやっていきますよね、うんうん、ああ、うん、いやでもヨッサンよりまだでかいやつおるけんね。そう、ほんま現場でも、うまい、すごいよ、もうほんまヨシ君の3割増しぐらい。そう、ほんま、そんな人おる、うん、おる。俺言うてもそんな太って見えまん。え、見えるっすよ。見えるでしょ、そりゃどう考えても。そこはまあな、でいい。いやいや、見えるっすよ。見えるんか、うん、俺もダイエットしようかな。ねえ、それも死ぬほど聞いたっすけどね。それ今まで、うん、そうやな、うん、ほんま久々にこうなもんうまいっすね。いや最高じゃろ、うん、最高にうめえ。最高ですわなあ、うん、やっぱファーストフードいいよ。よし、うん、浜ちゃん帰りますよ。ええ、ごちそうさまでした。あ、いえいえ。じゃあ、ええ、また行きましょう。ええ、また行きましょう。はい、はい、あの車で食事を。ええ、お疲れした。はい、お疲れした。はい、はい、はい。